皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースです。今回は、デジショー、偽造マイナ詐欺に注意、事業者に呼びかけ文書配布へ、について、私なりの視点で解説していきたいと思います。まずは、ニュースの概要から、河野太郎デジタル賞は最近偽造マイナンバーカードを使ったスマートフォン詐欺が相次いでいることへの対策として、事業者らへの注意喚起と文書によるガイドライン配布の方針を明らかにしました。この動きは、目視によるチェックの重要性を強調し、加えて IC チック情報の読み取りによって、 をを防ぐこととができるとの見解を示しています私はこのニュースで特に注目したいのはテクノロジーを活用した防犯対策の可能性です。マイナンバーカードには偽造を防ぐために特殊な印刷技術や IC チップが用いられています。しかし、それを活かしきれていないのが現状です。ここで私が提案したいのはより誰もが容易に、かつ効率的にこれらの防犯機能を活用できるシステムへの移行です。例えば、スマートフォンアプリを通じて一般のユーザーでもマイナーカードの真偽が判別できるようにする等の方法が考えられます。 しかし、こうした提案に対しては、プライバシーの懸念や誤検知による混乱といった反論も予想されます。これに対しては、技術開発の段階で、セキュリティと使いやすさのバランスを考慮し、実証実験を通じて、安全性を徹底的に検証する必要があります。また、誤検知に対しては、即時に訂正できる仕組みの整備が重要です。結論として、偽造マイナーカードによる詐欺は、ソフトウェアとハードウェアの両面からのアプローチで効果的に防ぐことが可能です。テクノロジーの進化を積極的に取り入れ、その潜在力をに、 発揮させることが私たちの安全を守る鍵となるでしょう今日は以上ですご覧いただきありがとうございました引き続きモノモンスをよろしくお願いします